今回の動画は、川勝オーナーをゲストに迎えての札幌記念予想を収録していた時に、予想とは関係ない部分を泣く泣くカットした未公開部分をお見せする回になります。アンチコメント禁止よって、ね、まあね、今の時代 ね、ネット競馬さんとかでね、馬別の掲示板とかがあってね、あれムカつくよね、これね、いろいろ見てて、まあ、ネット競馬とかあんまりこうコメント欄はできるだけ見んようにしてる。いや、もうその方が絶対に、ね、ストレスなるから、うん、だけどやっぱりいいコメントをしてくれる人もいるじゃん、はいはい、だからこの人は僕の応援してくれてんやなっていう伝わる人と、うんうん、お前ちょっと一回目の前で言ってみればバラみたいなね、うん、多分全員私を思ってると思うよね、あれ見たら。ジョッキーもそうだけど、まあ、ジョッキーは、まあ、そういう、まあ、もんじゃん正直、うんうんうん、まあ、スポーツ選手っていうか、うん、あの、まあ、叩かれても叩かれる時もあるし、褒められる時ももちろんあるけど、よくそんなケチョンケチョンに人の馬のこととか言えるねみたいなね、うん、だからね、あれちょっとダメだよね、ひどい。僕は、ね、うん、競馬 あのコンテンツの中で世の中の俺一番ちょっと嫌いで、あそこのケージでしょあれ、うん、あれさ、ほんとあの相当頭にくるやつちょっと何かいたんだけど一回あの全部調べてさ言ってるかなと思ったことあるけど、もうそんなことしてもね、怖いこと言い始めた、うん、いやだけどそれぐらいね、やっぱりこう馬主ってこう、うん、まあ、いろんな馬主さんいると思うけど、こう一頭一頭やっぱり自分の娘息子みたいな形に、ね、思ってる方、うん、もたくさんいると思う、うんうんうん、でそれでやっぱりその競馬ってまあ、そのギャンブルっていうのがあるから、はいはい、ね、あのみんなお金かけてるから、まあ、すごい分かるよ、この馬腹立つなとか、かけてた馬が大敗してとか、はい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 、腹立つなと思う、分かるよ、分かるけども、やっぱり人だから、うん、もう言い方っていうのもあるし、ね、いやもう本当に、うん、でやっぱそれってみんなが見てるもんじゃん、うん、こう馬主も見るし、たぶんジョッキーも見るやろうし、ファンも見るし、ファンも見るしね、そこでこういうコメントって良くないよねみたいな、うん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 、これ多分面と向かって言えんのかなっていうところはあるよね。だからやっぱり分かってほしいのは、一頭一頭愛着持って馬を購入して、して、うん、で、育ててくれる、まあ、調教師、まあ、厩舎があって、うん、で関わってくれてる、まあ、牧場とか外厩の人とか、うんうん、みんなこうチームでこうやってんだよね、うんうんうん、でそこの流れも分からへんのに、結果だけ、まあ、結果が全てだけどね、はいはい、うん、こういうスポーツっていうのか、あ、ギャンブルっていうのか分からないけど、まあね、うん、結果が全てなのは分かるけど、やっぱりちょっとあの言い方を変えてコメントをするとかってい う、気配りっていうかな、ぐらいはちょっと配慮っていうか、必要だと思う、はしてほしいよなと思うね、うん、特に多分競馬のファンの人だと割と平均年齢高いはずなのに、うん、そうあれじゃあ日本の未来良くないなとかね、思いながらね、ね、そう見たりするんですけどね、本当に、ね、